小泉正明は、日本のアナウンサー、ジャーナリスト、ニュースキャスター。神奈川県出身。早稲田大学政治経済学部卒業。1962年4月、TBS にアナウンサー発揮生として入社。主にニュースや報道番組を担当し、1963年11月1日に、報道局ニュース部アナウンサー。 1967年11月15日にアナウンサー研修室設置に伴い報道局、ラジオニュース部兼アナウンサー研修室付けに。その後、テレビ本部報道局ラジオニュース部、テレビニュース部兼ラジオ局ラジオニュース部、報道局報道センターに在籍し、中でも1966年2月に起きた全日空羽田沖墜落事故。 1972年9月の日中国交回復などの取材、中継リポートに携わった。一方で、ドキュメンタリー番組のナレーションを担当したこともあった。1979年秋から3年半の間は、JNA のニュースデスクのキャスターを務める。ニュースデスク交番後は編集センター、放送技術局、報道局に在籍し、 1999年2月、t b s を定年退職。1990年代半ばに放映された、t b s の年末特番の1コーナーで、小泉の来歴が取り上げられた。それによると彼は入社の翌年に、国鉄鶴見事故の取材に借り出され、その後も、上記の全日空羽田沖墜落事故など第惨次の、取材、リポートを、 たびたび経験したため、いつしか、修羅場の小泉の異名がついたという。TBS 東京放送アナウンサーの横顔、国内放送局ハンドブック、東日本編81年版3歳ブックス、1981年、95ページ。青年月期1939年2月8日と、記述。TBS 東京放送アナウンサーの横顔、 国内放送局ハンドブック、東日本編81年版3歳、ブックス、1981年、95ページ。出身地、神奈川と記述。TBS 東京放送アナウンサーの横顔、国内放送局ハンドブック、東日本編81年版3歳、ブックス、1981年、95ページ。 出身校は瀬田大学生形学部と記載。3放送関係7。アナウンサーの活動記録。TBS50 年史資料編東京放送。東京放送。2002年1月。237ページ。1962.4発起生10人入社。小泉正明清水正雄鈴木志を埋め出すさなえ小村。 ともこ佐藤のりこしおだみつよしみずけいことみたさちこ。山口ひろこ。TBS アナウンサーの動き。TBS50 年史付属資料。ハイブリッド検索編東京放送。東京放送。2002年1月。15から16ページ。62.4 8規制10人入社応募700人。小泉マサ明清水正雄鈴木白を埋め出す花江小村。 友子佐藤紀子塩田光だ水恵子富田幸子山口ひろこはっとえびし3放送関係7。アナウンサーの活動記録。TBS50 年史資料編東京放送。東京放送。2002年1月。237ページ。小泉正明。1999.2定年。ニュース。報道番組 TV。現代の主役ナレーター。 JNN ニュースデスクハット ABCDEFG TBS アナウンサーの動き TBS50 年史付属資料ハイブリッド検索編東京放送東京放送2002年1月15ページ小泉正明63.11報道局ニュース部65.12ニュース取材部 67.11R ニュース部兼アナウンサー研修室付。け 7 0 7 t v 本部報道局 R ニュース部、7 2 1 1 t v ニュース部兼 R 局 R ニュース部、報道局報道センター、94.1編集センター、94.6放送技術局、97.4報道局、99.2定年ニュース、報道番組 TV、現代の主役ナレーター、JNN ニュースデスク72.9 日中国交回復取材、中継リポート、TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、16ページ。1963年11月1日、報道局への大量移動ニュース部へ、移動、大見正都落合博和、園田淳、新堀俊明、土屋則り 領事直也河野正宏、河戸定吉、藤林秀夫、小泉正明、野中康子、佐藤のり子、TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、22ページ。 1967年11月15日、アナウンサー研修室設置報道局、ラジオニュース部勤務兼アナウンサー研修室付、土屋のりまさ、新井堀俊明、平山誠、藤林秀夫、野中康子、小泉正明、小島康臣。ありがとうございます。